どうも向井田です。今回はですね、フィリピンの最北端にあるバタネスという島とマニラのあるルソン島の最南端にある、レガスピ、アルバイというエリアに行ってまいりました。バタネスはですね、非常に風が強いところで、航空会社が2社しか飛んでいないんですが、1社は11月までフライトがないという状況で、スカイジェットという小さな航空会社を使って行ってまいりました。まあ、このバタネス訪問中にですね、オートバイでこけて肋骨を3本折ってしまうという事故もあったのですが、幸い単独事故で、まあ自分が痛いのを我慢してですね、その後撮影を続行いたしました。バタネス撮影の後は一旦マニラを経由しまして、レガスピという空港に経由しまして、マヨンボルケイノというフィリピンで一番美しい山だと私は思ってるんですが、左右がシンメトリーな形をしておりまして、とても優雅な形をしております。ここは以前もですね、通過したことあったんですが、やはり台風の影響で撮影できませんでしたので、今回リベンジということで行ってまいりました。ところが、まあバタネスもですね、レガスピもですね、非常に風が強くてですね、なかなかこう雲のない綺麗な青空で、撮影することができませんでしたが、まあ自然が相手なのでですね、毎回うまくいくとも限らないので、うまくいかなかった時はまた次リベンジするということを考えております。今小さい枠か何かでバタネスレガスピの本編の映像を流しておりますので、ご興味ある方どうぞご覧ください。それでは Vlog 作っていきたいと思います。よろしくお願いします。今回はフィリピンのバスコ・バタネスとアルバイ・レガスピンにあるマヨン火山、マヨンボルケーノに向けて行ってきますが、三脚を忘れてしまいましたんで、さあどうなるでしょうか。よろしくお願いします。はい、ということで、昨晩遅くにマニラのマラテに到着しまして、マラテにはロビンソンという大きなショッピングモールがあります。ちょっとね、あまり一般的な紹介してもしょうがないんですけど、ここはお気に入りの場所で、フードコートがあるんです。でもこの辺来るにはちょっと気をつけないとですね、釣りが多いので本当気をつけてもらわないと、フィリピン人でも被害者が出てます。で、大好きなランチはじゃん、これでだいたい300円ぐらいかな。うん。じゃあこれから食べたいと思います。はい。今日マラテに一泊して、明日の早朝6時ぐらいのフライトですね。で、バスコ、バタネスにあるバスコという島に行ってきますが、割とこの県で好きなホテルですね。ホテルキンバリーさんです。4000円から5000円ぐらいで結構広いんですよね。何のことはない普通のホテルなんですが、まあマニラでもかなり広い方だと思いますね。この 4,5000 円のレベルだと、ベッドが1,2,3と、まあシングルベッド、それからダブルサイズのシングルベッドと、フィリピン在住のお友達、これ昨日自分の非常食で買ってきたおにぎりとか唐揚げくんなんですけど、これとあとフェイスブック友達であり大先輩である、川内さんからいただいたヒラメですね。ヒラメなんですよ、これね。ヒラメさばいてきたんですね。ちょっと暗くて見えづらいかな。ヒラメをさばいて一旦凍らせた後、真空パックにして再度凍らせてあると。で、こうやるとですね、まあもちろん今冷え冷えですけど、かなり鮮度よく運搬できます。はい、これで、今晩は亀さんの家でパーティーやるということです。ありえない、これ的には。
おはようございます。割と最近来ることのターミナル方でパスコ行きのフライトを待ってます。デパーチャータイムになってるんですけど、まだ搭乗が始まりません。さあどうなるんでしょうか。オンホールドからね、動かないんですが、約1時間半遅れで飛行機も到着しまして、チェックインしました。そんな高くないホテルですが、いつも通りツインルームです。ツインルームの理由はですね、ベッドが2つあると、この巨大なスーツケース、リュック、バッテリーパック、これをベッドの上に広げられるんですね。だいたい皆さん一人なのにツインベッドって横島のことを連想すると思うんですけど、決してそういう理由ではありません。あ、まあまあ、シャワーも綺麗ですね。エアコンもガンガン効いてます。っていうか暑いっす。天気めっちゃいいっす。台風どこ行ったのって感じです。まずバタネスはですね、普通の島とちょっと違ってまして、非常に小さい島ですんで、まず島に来た観光客は登録をすると、その観光証かのなんかなんでしょうね。で、入島料と払うっていうことになります。 OK。 あ、すげえ、サラマットでですね、私は今登録を終えて、お金も払いました。ただ、今日は日曜なので、ドローンの飛行に必要な5000ペソを払うことができませんが、火曜日にお金を払えば、パーミットいただけるということで、これから取りに行きたいと思います。すごい絶景ですね。まあ、今先端まで来たんですけど、こんな感じで背負っていくのかどうかな。こんばんは。なんとかマビックとマビック2っていう2つのドローンを持ってきてるんですけど、マビックのバッテリーが1本やっぱり死にましたね。超膨れ上がってました。昨日からの寝不足で、まあ、昼間2時間ぐらい寝たんですけど、思考回路がもう低下してました。とりあえず今晩飯食ってバックアップをして、充電もまあほぼほぼ終わりです。もうシングルベッドの一つの上、じゃあドローンの充電ですね。もうで、洗濯物をかけるロープもちゃんとあって、まあ、この辺に充電の対象物がいろいろと転がってますが、明日は日の出を取りには行けないと思います。おやすみなさい。おはようございます。昨日早く寝たんで早起きしたんですが、天気良くないですね。風も強いです。まあこんなもんでしょう。空ももうどんよりです。とりあえずだいぶ島を走ってきたんですけど、ここダカイの家というところですね。バハイニダカイ、急に雨が降ってきましたんで、雨宿りしてます。ちょっと肋骨が痛くてうまく歩けませんが、
飛行機はさほど遅れなくて、このまんまマニラに一旦戻ります。レガスピというところに行きます。結構雲が早いですね。もうっていうか飛ばせるんだけど、ジンバルがこけるんだよね。クリアなら綺麗なんだろうな。マヨンボルケーノの上の方は蜂蜜屋さんが多いですね。だいたいフィリピンに撮影に来ると痩せるんですけど、今回あの移動が楽で毎回ちゃんと食べてる、しかも米ばかりなので太った。